回って指指揮ををるるるこことととやその人す監監監監督督督督代理代理理暫定監督と呼ばれることもあるスポーツ以外の監督についても使われることもある。監督代行は主に以下の場合に起用される。また、成績が好転しない場合などは、さらに別の指導者を監督代行の代行に就任させる場合もある。日本プロ野球においては、 以下の4ケースが存在する。指導者の退任以外のケースとしては、広島東洋カープが2008年8月21日の阪神タイガー,アース戦で、監督代行のジェフ・リブジーが、急進の判定に抗議して、退場処分となったため、打撃コーチとして、ベンチ入りしていた小早川武彦が、直後の回より、監督代行の代理を務めた例がある。 なお、監督代行が試合開始時から指揮を取った試合は、代行者に監督としての成績が記録される。野球日本代表では、当時監督であった長島茂雄が脳梗塞で倒れたため、中畑清ヘッドコーチが代行として、アテネオリンピックで指揮を取った。プロ野球では監督解任、辞任に伴って、監督代行に就任した指導者は、 基本的にシーズンが終わると退任する場合が多いが、近年はそのまま正規の監督に就任する指導者も増えている。以下はその人物。日本の高校野球においては、PL 学園高等学校の前任監督が2013年に不祥事のため退任した後、公認が決まらず野球未経験だった、当時の校長、正井和馬を監督登録したが、 実質的な指揮は控え選手が取ったという事例があった。J リーグでは、監督代行としては一内指数試合指揮を取った後、正式に監督に就任するケースもある。サッカー、日本代表では、2010年に監督に就任したアルベルト・ザッケローニの就労ビザ発給が遅れたことから、同年9月の新前試合2試合の指揮を、日本サッカー協会技術委員長の職にあった。 原博美が監督代行として指揮を取った。メジャーリーグベースボールやプロサッカー、プロバスケットボール、NFL では監督代行から正規監督にそのまま昇格する例も多い。ありがとうございます。